はい、こんにちは、ZM3 です、えー、今日はモードスケールについてちょっとお話しします。えー、モードスケールっていうのはあのダイアトニックコード上で使えるスケールで、まあ、大ざっぱにそういうふうに思っていいと思うんですけど、えっと、7種類あります。でドレミファソラシドこれが、えー、C ね、C コードドミソドミソ C メジャー7だったらドミソ C で使えるイオニアンスケール C イオニアンスケールでこのドレミファソラシドレからレミファソラシドレこれを、えー、と D マイナー7で使える D のドリアンスケールと言います。 で次に Em7 で使える、えー、ミファソラシドレミこれが E のフリジアンスケールでファから始まるのが F の、えー、リディアンスケールこれは F メジャー7で使えるコードですねあ使えるスケールですねえー、っとそれと、えー、ソラシドレミファソ、えー、これが、えー、G7 ドミナントセブンスコードの G7 で使える、えー、G のミクソリディアンスケールで、えー、Am7 で使う、えー、ナチュラルマイナーとも言われるんですけど、えー、ラ・シ・ド・レ・ミ・ファソー・ソ・ラこれが、えー、A のエオリアンスケールですねでまあほあんまり使うことないと思うんですけど、あのー、C えー、Bm7b5 っていうコードがあるんですけど、えー、そこで使えるスケールでえっとうーんとですねえっと B の6リアンスケールシドレミファソラシレあ違うシドレミファソラシですね。 シドレミファソラシですね。はいえー、B の6リアンスケールと言います。この7つのスケールのことを総称してモードスケールと,と言います。でモーダルインターチェンジっていう、あのー、コ,ードコード進行の編、あのー、曲方法があるんですけどこれはえっ、ー、と C, C メジャースケールだったら C の動詞調の C マイナースケール上のダイアトニックコードを借りてきて、えー、例えば C メジャーセブンのところに C マイナーセブ7と入れ替えるとか C マイナー、A、のキーのダイアトニックコードを入れ替えてに入れ替えコードに入れ替えて、えー、使うというやり方があります。 えー、まあ音楽理論まだお勉強してないこれからっていう方はまずモードスケールから、えー、理解されるといいと思いますしあとよく使うあのメジャーペンタトニックスケールやマイナーペンタトニックスケールこちらも、えー、お勉強されると良いかと思います。えー、以上ークががお届けしまししままたたありがとうございました